前回のあらすじ、キャリアウーマン鬼嫁、友達と公園で待ち合わせのため、公園に向かっていると、鬼嫁の住んでいる町で謎の爆発、ヤジウマ大好き鬼嫁、見に行ってみるとそこには、二人のウルトラマン。だが片方の一体がすぐに偽物だとバレる、そしてその化け物になぜか鬼嫁狙われる、逃げる鬼嫁、今回はこの後からスタートです。危なく二度目の死を迎えるところだったんだぜ。何度でも蘇りますけどね。何あれ。こりゃすげえ。スクープ確定だ。途中で姿が変わりやがったのもバッチリ撮れてる。これじゃ出られそうにないな。煙が入ってきた。ここにいるとまずい。停電のようです。エレベーターは動いていません。鬼嫁自分一人で逃げるんでしょ。失礼ね。ここにいると危険です。階段で上へ移動しましょう。どうよ、この勇敢な鬼嫁。一人で逃げなくて安心したんだぜ。お前さん、なんだかあのでかいのに狙われているように見えた。あいつの勘に触るようなことでもやったのか。口が星形って言ったのがまずかったかな。多分違うと思う。いきなり不快感を出して、心の小さいやつだと思われたくないから、ここはちょっと意味わかんないけど、前回のあやでここにたどり着いたことにしよう。いやマジで意味わかんないんですけど。鬼嫁もよくわかってない。前回のあやで、ここにたどり着いただけです。前回のあや。よくわからんが、立教からこのビルの入り口まで、まるでお前さんを狙って攻撃しているように見えたぜ。鬼嫁顔、機嫌そうなの顔に出てる。だとしたら、ここで一緒にいたら危ないな。俺も上に行くわ。勝手に行け。鬼嫁本音。いや待て、お前さんと一緒に得種が取れるかもしれないってことだな。大塚だ、ネットニュースに記事を投稿してる。よろしくな。嫌な感じの男の名刺を手に入れた。ここはどこだ。ビルの2階だ。2階に来たからといって鬼嫁の安全は守られるのか。って誰だよ、こんな時にメールしてくるのは。友達じゃないのか。さっきの嫌味な男だったら許さないわよ。同じ場所にいるだろうが。友達からの返信だった。大丈夫じゃなさそうで心配。気をつけてね。鬼嫁があまり大丈夫じゃないって言うから友達心配してるんだろ。だって本当に大丈夫じゃなさそうだし、だってどう見たって大丈夫な状況じゃないわよ。窓から怪物見えてるなんて普通じゃないわ。さっきの男めっちゃ写真撮ってるな。鬼嫁も隠し撮りされないように気をつけなきゃ。誰も撮らねえよ。とにかく鬼嫁どうするのよ。エレベーターも使えないし、こっちの部屋には何かあるのかしら。鬼嫁タックルでドアを開けるのよ。鬼嫁が、このか弱い鬼嫁が。いいから早くやれ。他にも男の人とかいる。だあ、いいから早くドア開けろよ。しょうがないな。こんなろ。あ、やっぱり開かないじゃん。次は助走をつけてやってみよう。なんかフラフラだな。あー、痛い。鬼嫁なんてバカ力なの。なんか写真撮られたな。一人の OL バカ力でドアを開ける。これは明日の一面が気になるわね。で、鬼嫁後ろを。後ろ、じゃあ、痛いし。もうダメだ。鬼嫁ここで死んじゃうみたい。不死身じゃなかったのかよ。でもなんかもう無理。鬼嫁怪物に狙われてるっぽいし、スーツ燃えたし、やだ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 。鬼嫁を打ち返る。どんだけダダこねてんだよ。しかも鬼嫁写真に撮られてるわよ。鬼嫁恥ずかしいからやめろって。明日の記事の一面は、バカ力の OL ついに気が狂う。それは明日の一面が楽しみねー。ただの恥さらしだろ。鬼嫁の大好きな梅虎兄弟買ってやるから、早くやる気出すんだぜ。梅虎兄弟。よし行こう。よし、鬼嫁の扱いなんてこんなもんだぜ。誰かいますか。誰かいるみたいだぜ。うわあ！なんだあの巨大な腕は。やだ、死にたくない。木下くん、助けてくれ。ちょ、いつ
つも偉そうなこと言ってるくせに情けない人ね。課長は情けない人。ここ今はどうでもいいから、それより鬼嫁手が腫れてるわよ。これやばい病気じゃない？早く病院に行かないと。違う違う。え、じゃあこの手の腫れは、しかもなんか痒くなってきた。鬼嫁重症。なんだ、腕がひるんだような気がするが。あなた、何者なの？その光は。これ病気じゃないっぽい。だから言ってるだろ。鬼嫁の力。鬼嫁覚醒？ということは。ほとばしるわ、私のパワー。ほとばしるわ。いつもこいつの選択なんかずれてんだよな。ポンコツ鬼嫁が試食の開口レベル3になった。なんでレベルアップしてんの。巨大な腕がおとなしくなったわ。やっぱりあなたの力なのね。すごい、すごい力だ。なんて頼もしいの。口先ばかりで選ぶってるだけの課長とは大違いだよ。おい、そんな風に思ってたのか。今のうちに逃げるぞ。言っちゃうの。さすが課長、聞いてた通り情けない人ね。聞いてた通りだな。聞いてた通りね。じゃあ、そこ抜けたー。あ、これ終わったな。あ、言ってる。不死身って本当だったんだぜ。自分でもちょっとびっくりしてって怪物さーん。巨大な影をもっと見たいときは、R にボタンを押せば怪物の前景を見ることができるぞ。こんな状況でそんな怪物を眺めてる時間なんて、わー、すごい迫力。しっかり見てるんじゃねえかよ。霊夢ちょっと感動しちゃったわよ。もう一回見る。だあ、いいから早く逃げろって。明日に踏まれる。熱い、ちょっと逃げないとヤバい状況。かなりヤバい状況。マリカ早く言ってよね。私はさっきから言っていた。あらららら、あ、コインコイン。こんな状況でもコインをしっかりと拾うよね。当たり前でしょ。こんなスーツじゃ明日会社行けないわよ。明日会社あるのか。あ、休み、わいわい。喜べる状況じゃないけどね。鬼嫁、こっちに倒れてくるわよ。鬼嫁秘伝のでんぐり返し。誰でも知ってるわ。うちの秘伝のでんぐり返しは企業秘密でして、秘伝のタレみたいに言うな。ちょっと鬼嫁瀕死なんですけど、熱い熱い。あ、死んだ？これは死んだな。さよ、ドッキリよ、ドッキリ。本当はこの爆発もドッキリなのよ。じゃあお前何回燃えたよ。あ、公園、こんな状況で友達ここで待ってんのか。鬼嫁愛されてるから、ちゃんと滑り台滑った。滑らねえよ。ここまで追ってきたっていうの。イメトラちょうだい。イメトラなんな。続く。